疲れました。いや、やっぱ戦国の、はい、戦国に必要な要素、はい、あの敵陣をなぎ倒すっていう、はあ、これ戦国に必要ですか。そうなんです。必要なんですよ。必要なんです、ね、だって戦国城からこんな投げ取ったんですよ。あ、確かに確かに。そうでしょ。はいはいはい、はい、なんか城防衛戦やと思って。ああ、なるほどね。ね、おお、僕はやっぱり戦国武将の生まれ変わり説強いでしょ。強いですね。もう今ので確信しました。確信したでしょ。はい。よし、スペアもね。あ、なるほどね。スペアもやっぱりわざと欲しい絵でしょ。あ、そういうゲームじゃないんですね。え、そうなんですか。片付けられましたよ。あ、ほんまや、ほんまや。スペアになってる、ラッキー。え、スペア、え、ちゃう。あ、ちゃうわ、ちゃうわ、ちゃう。こういうことか。残ってますね。タクトは大事なんで。はい、あ、なるほど。柵に溺れました、ね。柵に溺れました。柵に溺れました。柵に溺れました。まだまだあるんで。戦とは、はい、全部を一気に倒せばいいってものじゃないんですよ。なるほど。外堀からこう。なるほどなるほど。外堀からこう。今の実践したと。なんか一発目が一番良かったですね。あれでやめとったらよかったです。そうですね。あ、でもこれすごいやつですよ。これ倒したらええやつじゃないですか。そうですそうです。あげられた。え、どういうこと。あ、もう一回、はいはいはい、もう一回いきますよ、はい、飽きませんやん。ちょ、焦ったらダメですって。焦ったらダメ、焦ったらダメ、丁寧。だいたいね、ボーリングってこんな球でやるもんじゃないんで。今これミニですからね。曲がりすぎましたね。曲げすぎましたね。ほら、あんま曲がらなかったです。あの、さっきの前の人が、はい、6ゲーム目でやめてた理由分かりますね。もう飽きてきました。もう飽きてきてるでしょ。もうなんか投げやりになってますよ。 OK です。終わりますか。ちょっと左で投げるとかそんなんないと思います。あ、終わっちゃいました。終わっちゃいました。終わっちゃいました。ああ、いや、楽しいですね。次は明日は明日は明日何します。明日の動画も楽しみに。